閣僚庫において総理から以下の発言がありました。総理発言であります。消費税率の引き上げについては、種々の経済指標を確認をし、経済情勢をしっかりと見極め、この道筋が確かなものかきっちりと判断する必要がある。そこでこの際、有識者や専門家からあらゆる知見を吸収した上で、この秋にはデフレ脱却、経済成長と財政再建の両方の観点から、内閣の責任において私が最終判断をしたい。甘利大臣、麻生大臣を中心にしっかりと議論を進めていただきたい。総理のご指示を踏まえ、有識者、専門家を招く集中点検会合については、経済財政諮問会議のメンバーである麻生大臣、民間議員4名、黒田日銀総裁および私で、8月の下旬の開催に向けて準備を進めたい。意見を伺う方については、これから検討していきたい。消費税につきましては、すでに法律で、来年の4月から 8% に、その1年半後から 10% にということが決まっておりまして、その付則で、この秋に各種経済指標を総合的に判断をして、政府が判断をその通りやっていくか、あるいは何かの変更を加えるかの判断をするということになっております。適切な判断ができるためのこの識者からの事情を伺うということであります。総理が判断する際の判断材料の一つとして取りまとめたいというふうに思っております。